こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は前回にも解説したことがある、禁足地を紹介するぜ。禁足地？むやみに入ってはいけない場所だったよね。そうだね。入ると出てこられなくなったり、祟られると言われている場所だよ。そんな禁足地を新たに3箇所紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。福井県敦賀市にある敦賀北小学校校庭には土工、土工さんと称される小丘がある。ここが禁足地なんだぜ。この場所が禁足地？小学校の校庭の中にあるよ。もともとこの土工は隣接の気比神宮の敷地だったんだ。しかし、戦後の都市計画法によって小学校となった今でも、この土工という場所だけは残された。それは、この場所が古事記や日本書紀にも登場する気比神宮の神様が降臨された聖地だからに他ならない。そのため、小学校の中だけど隣接の気比神宮の敷地のまま残されているんだぜ。でも小学校の校庭の中にあったら、子供がふざけて入ったりしちゃうんじゃない？見たところ柵も小さいし。確かに簡単に入れるように見えるよね。でも、誰も乗り越えないし、そもそも誰も入らない。え、なんでなの？この土地では子供から大人まで、土工に関しては誰も入らないということを徹底している場所だからだ。まさに禁足地だね。ところで、なんで土工って呼ばれているの？土工とは陰陽道における神様の、土工神から取っている名前なんだ。土工のそばには石碑があり、それについても書いてあるよ。要約して解説するね。気比神宮境内東北部に位置する土工は、聖地として古来より触るべからず賢み尊ぶべしと言い伝えられている。そんな土工は気比の大神の降臨の地であり、伝教大師最長や弘法大師空海が、ここに祭壇を設け7日7夜の太陽を修した書とも伝えられる。また、土工は陰陽道の土工神の衣装でもあり、土を司る神でもある。戦後境内地が都市計画法に基づき学校用地として譲渡に至ったが、土工と参道はかろうじてそのままの形で残された。つまり、土工っていうのは別の神様でもあり、場所の名前でもあるってことかな？土工神は簡単に言うと、土用の牛の日の土用であったり、陰陽の土用で、季節によって土をいじってはいけないだとか、物を動かしてはいけないってことなんだ。そういう土を動かしてはいけないという神様にあやかって、この聖地を土工と名付けたと考えられているんだぜ。聖地プラス土工でダブル禁足地というわけだね。まあ、それくらい神聖な場所、怪我してはいけない場所ってことだな。地元の人たちに禁足地として周知徹底されている理由がわかったよ。次は滋賀県近江八幡市にある死骸の森を紹介するぜ。ご覧の通り、農地が広がる一角に、不自然な形で小さな森が残されているのがわかるかな？近くを走る県道2号線からも、すぐにわかるぐらいに目立つ森。これが死骸の森と呼ばれる禁足地だ。死骸って書くのかな？なんとも恐ろしい名前だね。それに、こんな田園地帯の中にポツンとここだけ森があるのもすごく怪しい。正式名称は深海の森で、深海が転化して死骸といつからか呼ばれるようになったようだね。でも、あながち死骸と関係があるのかもしれないぜ。なぜなら、この地が織田信長の時代に処刑場だったという噂があるからだ。実際、この森から直線で 2km 足らずの場所に安土城跡が残されている。また現在の県道2号線は、信長の時代には安土と京都を結ぶ主要道として機能していたんだ。そう考えると、この場所が刑場として配置されていてもおかしくはない。処刑場、そういう場所って出るっていうよね？そう。処刑場ならね。でも安心してほしい。実はこの場所は処刑場ではなくて、神聖な場所としての禁足地なんだ。え、処刑場じゃなかったの？深海の森の中にある石碑を見ると、ここが神社のお旅所であることがわかるんだぜ。お旅所って？お旅所は神様が巡行の際に休憩や宿泊される場所のことだぜ。処刑場として多くの人間の血を吸った悪所であるゆえに、森を取り払うことができなかった。とする噂は誤りであり、お旅所という神聖な禁足地として伝えられているゆえに森が残されたと見るべきなんだ。処刑場だったなんて曰くつきの場所として有名である一方で、実はお旅所として由緒正しい場所でもあったんだぜ。そう言われると、確かにこの森は周囲の見晴らしも良くて、立地的に神様の休まれる場所にうってつけだね。あれ、最初はこの森だけポツンとあるのは怪しいって言ってなかったか？最後は淡路島にある煙島を紹介するぜ。煙島は淡路島から150メートルほど沖合に行った場所にある、お椀を伏せたような形の小さな無人島の名称だよ。淡路島から泳いで行けそうなくらい近くにある島だけど、普段は上陸できない禁足地とされている。上陸するには許可が必要なんだ。そんな理由から定期的に通う船もない。なんでこの島が禁足地なの？
それは平家と源氏の戦いに関係しているんだぜ。寿永3年、1184年の一の谷の合戦で大敗した平家は、本拠地である四国の屋島へ船を使って総退却した。その中に平の清盛の異母弟となる平の常盛がいたんだ。常盛は、この一の谷で3人の息子を同時に失っていた。その昇進の中、常盛の末子厚盛の子宮が送り届けられた。こうして最後の対面を果たした子宮は、湾内にある小島で荼毘に付された後、頂上に埋められ塚が建てられた。時代が時代とはいえ、我が子を3人もいきなり失うのはかなり辛かっただろうね。その厚盛の子宮を荼毘に付し、島から煙が立ち上ったことから煙島と名が付けられたこの島は、それ以降厚盛の首塚が存在するゆえに、禁足地とされるようになったんだ。実際に島には平家の氏神である厳島神社が分社され、平の厚盛の首塚があるんだぜ。また噂として、この首塚に触れるとたたりに見舞われるという。またその他にも、上陸した際には必ず首塚にお供え物を用意していかなければならないとしている。それを怠ると怪我や病気をすると今もなお言い伝えられているんだ。といったところで、今回の話はこれで終わりだぜ。面白いと感じてもらえましたらチャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。